いやー、そろそろ春のビジネスウェアも何か新調しないとな。まあ、スーツもいいんだけども、もうちょっとラフなビジネスカジュアルあたりを改めて新調したいんだけども、久々にスーツショップ行くとなかなか値段も高いからハードルも高く感じるんだよな。もうちょっと気軽な価格でビジネスカジュアルうまく新調できないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春のビジカジコーデ徹底解説というテーマで、なるべくですね、価格帯を抑えたアイテムで皆さんにですね、徹底的に解説をしていきたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、そろそろですね、春のビジネスウェアを検討されている方多いかなと思うんですね。まあ、最近はですね、ビジネスウェアも徐々にカジュアル化してきているので、その流れの中でスーツではなくてもうちょっと砕けたようなビジネスカジュアルですね、このあたりを新調したいという方増えているかなと思います。だけども結構ですね、どこも値段って安くはないと思うんですね。最近はいろんなものが値上げしている中で、お洋服全体も値上がりしていまして、しかもコロナ禍でなかなかですね、ビジネスウェアを新調しなかった方も多いと思うんですね。なので久々にビジネスウェアを新調する際に、あれこんなに高かったっけとですね、思っている方も少なくないかなと思うんですね。ですので今回の動画では、初めてではあるんですが、ビジネスカジュアルの着こなしをですね、主にユニクロですとか GU グローバルワーク無印良品などを使って、なるべくコストを下げながらですね、皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、今回の撮影のためにですね、結構新しくいろんなアイテムを買い揃えたんですね。ですので皆さんもビジネスウェアを気軽にアップデートする際に、今回の動画ぜひ参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に春のビジカジコーデを皆さんにご紹介したいなと思っていますが、まず一つ目は最もベーシックで使いやすいような組み合わせからお伝えしていきたいなと思っています。まずはですね、上下はネイビーのセットアップですね。ネイビーのジャケットに対してネイビーのスラックスということでセットアップを組んでみました。こちらはですね、 GU の商品なんですね。価格はですね、非常にリーズナブルで、上のジャケットでなんと6000円ほどで、下がですね3000円ほどなので、上下で1万円以内で揃えることができるんですね。これはオンラインで購入したんですが、非常に質感が良かったんですね。まあ、今回の撮影にあたって全てのアイテムをですね、自腹で購入しているので、まあ、このセットアップはなるべく予算を抑えたいなということで、ユニクロと GU 両方をですね比べたところ、予算的にはやっぱり GU の方が買いやすいんですね。じゃあ品質面はどうかなと思ったんですが、素材の質感ですね、これ非常に良くて、チープさゼロですね。本当に質感いいんですよ。これは GU には全く見えないような非常にクオリティの高いですね、素材感と、あとはシルエットもですね、細身ですごくスッキリとした一着に仕上がってるかなと思います。もちろん誰でも着れるようなサイズ感ではないかなと思うんですね。痩せ型から普通体型の方であれば GU のセットアップ非常に相性がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこちらのネイビーのセットアップは持っておいて間違いがないかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思います。まあ、セットアップは簡単で、この上と下が決まってしまうので、あとは内側に何を持ってくるかでバリエーションを作ることができるんですね。そこで今回はですね、こちらは丸首のニットをですね入れてみました。グローバルワークがリングジャケットと協業して作っているですね、サロンドグローバルワークの丸首のニットですね。これはグレージュということで、グレーとベージュを混ぜたような色合いになっています。まあ、どちらかというとちょっとライトグレー寄りかなと思うんですが、まあ、このような色がですね、ネイビーとのハマりがいいので、今回はこちらを合わせてみました。よくですね、ネイビーのセットアップに対して白 T とか、あとは白のニットを合わせるような着こなしってあるかなと思うんですね。これはこれでもう間違いのない着こなしなんですが、まあ、結構よく見るようになったので、真っ白ではなくてちょっとニットだとか T シャツの色を変えてライトグレー系を持ってきてあげると、少しだけ人との違いが出せますし、気の利いた感じにも見えるかなと思うので、まあ、ぜひこういったライトグレー系のもので合わせていただければなと思います。で、足元なんですが、まあ、ちょっとこれだけですね、プチプラ
ラ系のブランドではないんですが、ブラック系のローファーですね。結構価格帯を抑えて買うこともできるので、まあ、GU とかで選んでみるのもいいかなと思いますし、まあ、すでにブラックのローファー持ってる方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、そういったもので合わせていただきたいなと思います。まあ、このようなセットアップのスタイルというのは少しスーツに比べるとカジュアルなので、ストレートチップみたいな本当にこう、ド定番の革靴よりは少しカジュアル感のあるものの方がより親和性が高いかなと思うので、ブラックのローファーですね。このあたりが使い勝手がいいかなということで、すごくプレーンなんですが、このような形で組んでみました。ファッション好きであればもうちょっと何かを加えたくなるんですが、リアルにビジカジコーデとして一般の職場で使うのであれば、これぐらいのオーソドックスさがすごく使いやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2点目の着こなしなんですが、先ほどと同様にですね、ネイビーのセットアップ GU のものを着まして、今度はその内側をですねちょっと変えてみました。先ほどは丸首のニットだったんですが、今回はバンドカラーシャツを取り入れてみました。こちらはですね、今季の無印良品の洗いざらしのオックスフォードシャツですね。こちらのブルーのストライプを選んでみたわけなんですが、価格も3000円程度ですごく使いやすいので、まあ、ぜひ皆さんも取り入れていただきたいなと思います。襟元がバンドカラーなので、通常のシャツよりもちょっとカジュアルな雰囲気になるかなと思います。あとはですね、タックインせずにタックアウトしてるので、ちょっとカジュアルな印象になるかなと思うんですが、このようなセットアップスタイルというのも結構現代的で使いやすいんじゃないのかなと思います。で、よく聞かれるんですけども、シャツを外出ししてその上にジャケット着る場合ですね、シャツの丈の長さとジャケットの丈の長さ、このバランスはどれがベストですかという質問が多いんですが、まあ、やっぱりジャケットの方が長くてシャツがちょっと短い方が収まりがいいかなと思うんですね。カジュアルで着るセットアップのスタイルであれば、シャツの方が長いというのも決して NG ではないかなと思うんですが、やっぱり視覚的にはちょっと違和感を感じる方もいらっしゃるので、できればシャツの方が短い方が理想的かなと思います。無印良品のこちらのバンドカラーシャツは結構サイズ的にコンパクトなんですね。なので通常サイズを選んでいただければ、ジャケットの内側にしっかりとはまってくるかなと思います。ちなみにサイズをお伝えし忘れてたんですが、僕は身長164cm53kg と小柄な体型なんですが、 GU のセットアップは S サイズを選んでいます。プライベートのお洋服は基本的に僕は M を着ることが多いんですが、まあ、ビジネスカジュアであればやはりですね、ジャストサイズがいいかなと思うので、僕の体型であれば S サイズがいいかなと思います。合わせてシャツも S なので、まあ、ぜひですね、皆さんこういったスタイリングも楽しんでいただきたいなと思います。で、今回はシャツがバンドカラーで外出しでちょっとカジュアルなので、足元は白レザースニーカーですね。これぐらいで少しカジュアル感を出してあげるのもいいかなと思うので、オールスタークップのホワイトを合わせてみました。もちろんローパーなんかでも合うんですが、外出しのですね、シャツスタイルであれば、ちょっと足元をですね、警戒してみるのもいいかなと思うので、ぜひこちらのスタイルも試していただきたいなと思っています。はい、続いてネイビージャケット3段活用3つ目はですね、内側にですね、ニットポロシャツを合わせてみましたが、いかがでしょうか。このようにポロシャツもですね、意外とネイビーのセットアップとの相性が良かったりするので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。僕が今着ているのは今季のユニクロ U のニットポロシャツで、価格がだいたい4000円前後なので、結構これまた気軽にビジネスカジュアルの中に取り入れやすいかなと思います。まあ、全体的にですね、結構シャープな色合いでまとめてあるので、これまたですね、大人世代には似合いやすいようなスタイリングになってくるかなと思います。で、ニットポロシャツを選ぶ時の注意点なんですが、まずは首元のフィット感ですね。結構ユニクロ U のニットポロはややですね、サイズ感緩めにできているので、カジュアルで着るのかビジネスカジュアルで着るのかでサイズ感の選び方が結構変わってくるかなと思います。ビジカシで使うのであれば、なるべく大きすぎないものを選んだ方がバランスがいいかなと思います。で、第一ボタンまでしっかりと締めてもらった方が収まりがいいかなと思うので、まあ、ぜひこれもトライしていただきたいなと思います。で、足元なんですが、これまた白レザースニーカーだとか、あとはローファーだとかも合うんですが、まあ、今回はなるべく全身をシャープにまとめたかったので、ブラック系のレザースニーカーを合わせています。このあたりもビジカジには鉄板で合わせやすいようなスニーカーになっていますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、ネイビーのセットアップと合わせていただきたいなと思っています。このようにネイビー無地のすごくシンプルなセットアップであっても、内側を丸首のニットだとか T シャツにするだとか、もしくはバンドカラーシャツにするか、さらにはこのようなニットポロにするかでだいぶ見せ方が変わるので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。ここからはちょっとネイビーのセットアップから離れて、さらにバリエーションをお見せしてみたいなと思います。
はい、続いてのコーディネートなんですが、ようやくですね、ネイビーのセットアップから離れて、ちょっとジャケットの色を変えてみましたが、いかがでしょうか？今回僕が着てるのはグレーのジャケットになりますね。まあ、ネイビーと同じぐらいですね、重要度が高くて使い勝手がいいのはグレーのジャケットなんですが、やっぱりネイビーの方が清潔感があって爽やかに見えるんで使いやすくて、一方でグレーというのは、まあ、都会的でシャープさもあるんですが、失敗するとおじさんっぽく見えやすいような色なので、結構ですね、どのような色合いのグレーを選ぶか、あとは素材感ですね、ここ次第で全然見え方が変わってくるんですね。で、今回僕が着てるのは先ほど同じく GU の色違いのグレーになりまして、これが非常に仕上がりが良かったんですよね。まあほとんどウール見えするような上品な素材感で、ポリエステルとレーヨンですね、このあたりがミックスされてるので、手触りも良くて非常に使い勝手のいいような雰囲気に仕上がってるんですね。で、グレーもですね、ミディアムグレーとチャコールグレーの間くらいですね、濃すぎず明るすぎないようなグレーで、個人的にはユニクロとかも見たんですが、 GU のこのジャケットの色味がすごく良かったのと、素材感も含めて正直これが良かったなと思ったので、今回こちらを購入しました。で、ジャケットの下なんですが、先ほど一番最初のコーデで着ていましたサロンのグローバルワークのグレージの丸首のニットですね。これは同じくですね、白 T とかでも全く問題はないんですが、個人的にはまだ春の時期であれば半袖の T シャツよりはちょっと薄手のニットで合わせてあげた方が上品な見え方するので、バランスがいいかなと思っています。まあ、こちらのグレーがですね、ちょっと濃いめのグレーで、内側はライトグレーということで、グラデーションを組むような形ですね。ホワイトでもそれは全く問題はありません。で、ボトムスに関してはですね、これまた変えました。これはもう定番のですね、ユニクロの感動パンツのブラックですね、ウールライクのものを合わせています。やっぱり感動パンツはビジネスカジュアルにおいては間違いなく定番的に必要なボトムスかなと思うんですね。なので、ブラック系の感動パンツは1本は持っておいて、まず間違いがないかなと思います。細身のシルエットですごくバランスもいいですし、機能的にも使い勝手がいいので、これは名作だなと思います。上半身がグレー系なので、ボトムスはブラックで引き締めるような形ですね。これが一番王道的で使いやすいコーデになるので、ぜひグレージャケットの際にはこのようなコーディネートを一つ軸にしていただきたいなと思います。で、足元はですね、白レザースニーカーで少し軽めな雰囲気ですね、カジュアルな雰囲気でまとめてあげると、まず間違いがないので、グレージャケットのコーデ意外と簡単で、ネイビーのジャケットとの違いが出しやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラストの着こなしなんですが、一番最初はネイビーのセットアップから入って、次にグレーのジャケットを着たスタイルから、今度はですね、皆さんにちょっとトライしていただきたい色味として、こちらのですね、ベージュ見えするようなジャケットのコーディネートをご紹介したいなと思っています。僕が今着てるのはですね、無印良品の今季のシワになりづらいですね、ストレッチジャケットということで、こちらのグレイッシュブラウンというカラーを着ているんですね。まあ、表記はグレイッシュブラウンなんですが、ほぼベージュに見えるような色合いなので、まあ、ぜひ皆さんにはベージュのジャケットとして捉えていただきたいなと思います。まあ、このようなカラーってなかなか着てる方は多くないので、だからこそ人との違いも出しやすいですし、かといって決してこう悪目立ちするようなカラーではないので、結構気軽にトライしやすいかなと思うんですね。先日417エディフィスさんでベージュのセットアップを皆さんにご紹介しましたが、あのような形で上下ベージュにするのもいいんですが、ちょっとハードルの高さを感じる方は、先ほどまで僕がしていたコーディネートですね、ブラックのパンツに内側はライトグレーのニットですね、これは白のニットだとか白い T シャツなんかでいいんですけども、こういった形で上下でセパレートしていただければ、結構ベージュのジャケットって問題なく着やすいかなと思うんですね。ぜひ皆さんにもこの着こなしをそのままやっていただきたいなと思います。あまり変化球を加えずにやっていただければ、まず失敗することがないかなと思うんですね。まず上半身に関しましては、明るめにまとめてしまうのが一番ハマりがいいんですね。このベージュのジャケットの内側にブラックだとかネイビー、ダークグレーも合わないことはないんですが、個人的には結構明るめのですね、ライトグレーだとか、あとはホワイトのですね、ユニクロ U のミラノリブクルーネックセーターですね、このあたりでもいいかなと思うんですが、そういったものでまとめてしまって、ボトムスですね、こちらをブラックでギュッと引き締めてもらうのが一番コーディネートとしては簡単なんですね。なので、ここからトライをしていただくといいかなと思います。合わせ方としては、グレーのジャケット
トと全く同じなんですね。上半身やや明るめにしてボトムスで引き締めるという形ですね。まあ、ボトムスも今僕は感動パンツを履いていますが、これはお好み次第でグローバルワークのアーバンスラックスとかでもいいと思いますし、少しゆとりがあった方が好きであればユニクロのスマートアンクルパンツなんかでも代用してもいいかなと思います。で、足元なんですが、まあ、上半身明るめで少し膨張するので、ボトムスはブラックで引き締めつつ、あとは足元まで色を揃えることでよりですねスタイルよく見えるので、ブラック系のレザースニーカーを合わせてみました。もうちょっときれいめにしたければブラックのローファーなんかで合わせてもいいかなと思います。まあ、このような形でベージュのジャケットを使っていただければ結構鮮度の高いコーディネートができるかなと思うので、ネイビーのセットアップに飽きた方でちょっと次のステップ踏み出したいなという方には、こういったベージュ系のジャケットを使った着こなしはすごく新鮮に見えるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では春の大人のビジカジコーデコスパ最強バージョンということでお届けをさせていただきました。まあ、今回の撮影のために結構いろんなものを買い揃えたので、まあ、ぜひ皆さんにもですね、なるべくコストを抑えながら春のビジネスカジュアルをですねアップデートしていただきたいなと思っています。まあ、ベーシックなネイビーのセットアップを使っての着こなしは結構トライしやすいかなと思うんですね。まあ、すでに持ってる方も多いかなと思うので、ぜひ手持ちのもので試していただきたいなと思うんですが、それ以外のベージュのジャケットだとか、あとはグレーのジャケットですね、このあたりを使ったコーデだったりだとか、あとはニットポロですね、このあたりを使ったコーデなんかは1点アイテムを足すだけで結構コーディネートの幅が広がるかなと思うので、まあ、ぜひですね、まだ持ってない方は慎重しながら春のですねビジネスカジュアルをアップデートしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では主に文章や写真を使っておすすめのアイテムですとかコーディネートの解説、また僕自身が私物として買ったものをですねどんどんご紹介をしています。僕自身もほぼ毎日記事を更新していますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれてるんですね。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。